塩塩田田明明明君公明党の塩田博明でございます、まあ、あの先ほどからお話も出ていますけれども、やはりウクライナのです、ね、原子力発電所、まあ、ここがあの狙われたということはまあ大きな衝撃でございました。まあ、やあの山中参考にもです、ね、まあ、先ほどもテロリズムへのまあ大幅な改善をしていきたいと、このようなお話もございましたので。 えー、しっかりした対策をです、ね、あの私の方からも求めておきたいと思います。まあ、今日はあの先ほどいろいろご答弁いただいたので、これについてはご答弁は求めませんけれども、えー、そしてまあ山中先生は、あの平成29年の9月にです、ねえー、原子力規制委員会のまあ委員にまあご就任をされて以来ですね。 原子力施設の規制基準について、新たな適合性審査を指揮をされて、令和2年度から新たな検査制度の運用開始につなげたなど、ご活躍をされておられます、そういう中で、山中先生が今回、委員長に任命されることになれば、今まで委員のうちの一人であった立場からですね、 5人の委員全体をまただ束ねられるまこういう立場になるわけでございます。ま、原子力のま安全性を最大限高めるためにですね原子力工学やま放射線、防護ま地質学などですね。ま異なる専門分野を持つま4人の委員の先生の専門性を活かしながらですね。ま、リーダーシップを発揮しま、それらをどう束ねて。 まあ、委員会の運営をされるおつもりなのかですね。まず、先生のお考えを伺いたいと思います。山中参考人。え、私、あの委員として、四年半ほど任務に就かせていただいております。えー、委員としての経験から申し上げますと。えー、原子力規制委員会の幅広い所掌業務に関して。委員長及び委員の五人がそれぞれの専門分野。 知見を生かしながら委員全員が議論を行うという方向性、あるいは内容を共有し、認識をしながら、最終的に委員会で判断し、了承をしていくという形をとっております。私が委員長になったといたしましても、このような基本的な運営方針は、継承してまいるつもりにしております。これまでどおり それぞれの委員の専門性を生かしつつ、それぞれが高い見識を持って原子力委員会では、原子力規制委員会では議論をし、判断する場としたいというふうに考えております塩田弘明君。はいえーまあ、今、山中参考人からですね、えー、本当にまあ新たにま,あまとめていく立場におけるですねご決意も伺ったところでございますけれども、やはり、 規制委員会の審査にあたっては当然、まあ、安全性の追求がです、ねまあ、大事であると、まあ、このように思っております。まあ、そういう中で、例えば透明性の確保とか、審査の迅速さだとか、さまざまやっていかなければならない課題があるかと思いますね。まあ、そういうことの中で,です、ね、まあ、特に山中参考人が大事に思っていらっしゃる点、それをあの改めてお聞きをしたいと思います山中参考人。 新規制基準適合性に関する審査につきましては、あ繰り返しになりますけれども、財前提である安全について判断を行う場であるというふうに考えております。実際に現場で直接安全の確保にあたるためにはあ、これは申請者が主たる担当になるわけでございますけれども、審査する規制委員会と 申請者である事業者との間で、共通理解を得るべく、納得いくまで議論をして、結論を得ることが、安全向上のためには重要であるというふうに考えております。また、透明性の確保につきましては、事業者との面談記録の公開、あるいは審査会合の動画中継等を活用した透明性、公開性に努力をしてきているところでございまして、 今後もその方針には変わりございません。審査の迅速化につきましては、原子力規制委員会にとって効率的かつ効果的に進むことというのがやはり望ましくて、審査実績を有効活用できる審査体制の構築などに取り組んでまいりたいというふうに考えております。事業者とのコミュニケーションについては、ウェブ会議のシステム等を利用いたしまして、 これまでは1事業者年に1回程度でございますけれども、これからは短時間の意見交換を機動的に開催するなど、工夫を考えております。これらの取り組みを通じまして、引き続き新規制基準抵抗性審査について、そのプロセスの透明性を保ちつつ、科学的・技術的な根拠に基づき、厳正に進めてまいりたいというふうに考えております塩田弘明君。 えー、そして、原子力に対するまあ信,頼信頼性の向上についてですね、お伺いをしたいと思います。えーまあ、東京電力福島第一原発の事故というのは、やはり、えー、電力事業者だけじゃなくて、ですね、まあ、規制当局やまあ原子力学会など、えー、原子力関係者全体のまあ信頼を失墜させたと。 まあまあそういうふうにあの私も認識をしているわけでございますが、原子力に対するまあ国民の信頼を得るには、原子力規制委員会への信頼の向上はまあもちろんですけれども、審査を行う規制委員会のみならず、電力事業者であるとか、原子力学会なども含めて、国民から原子力がいかに理解をされて、 信頼につなげていくことができると、まあ、お考えなのかです、ね、まあ、先生のご所見を伺いたいと思います山中参考人。原子力施設の安全確保には終わりはない、リスクは決してゼロにはならない、100%の安全はないという認識の下で、原子力規制委員会のみならず、事業者や学会も含めて、それぞれの立場で、 継続的な安全性向上を主体的に追求していくことが重要であるというふうに考えております中でも原子力規制については東京電力福島第一原子力発電所事故により信頼は地に落ちたと認識しておりますこのような原子力災害を二度と起こさないためには原子力規制はどうあるべきを常に考えて継続的な安全性の向上に取り組むこと さらには、その過程をオープンにして、透明性を確保することが極めて重要であるというふうに考えております。原子力規制委員会に対する国内外から信頼が得られるように、これからも努力してまいりたいというふうに考えております塩田弘明君、はいえー。そしてあの来週3月11日にですね、福島原発事故から11年を迎えるわけでございます。 で初代委員長の田中委員長は、まあ、福島県の出身でございまして、えー、まあ故郷への強い思いとです、ね、福島の方々に寄り添う気持ちをまあ強く持って、職務に当たったというふうに聞いております、でまあ、現委員長の更田委員長もです、ね、規制委員会のまあ設立当初からのメンバーでございますので、就、ま、任、あ、に当たっては前委員長の強い思いを引き継ぎたいと。 まあ、山中参考人は、まあ、先ほど所信でもあの若干決意を述べられておられましたけれども、まあ、規制委員会設立時のまあ経験がない初めてのまあ委員長になる可能性もあるわけでございます。まあ、規制委員会設立時のメンバーが入れ替わっていく中でですね、いかに福島第一原子力発電所の事故の記憶、また教訓、 を引き継いでいかれるおつもりなのかですね、あここは参考人のご自身の福島に対する思いを含めてお聞かせいただきたいと思います山中参考人。初心でも述べさせていただきましたけれども、私は30年余り、核燃料の安全性についての教育と研究に携わってまいりました。11年前のの東京電電力力福島第一原子力発電所の事故は 長年、原子力に携わってきたものとして、まあ、痛恨の極みでございますし、まあ、なぜあのような事故を防ぐことができなかったのか、まあ、現在も非常に大きな後悔と反省の気持ちを持ち続けておるところでございます。初代田中委員長、現、更田委員長が持っておられる福島への強い思いも、私自身、あるいは他の委員、 原子力規制庁職員一同引き継いでいく努力をしてまいりたいという,ふうに思っております東京電力福島第一原子力発電所の教訓を決して風化させてはいけません原子力規制委員会規制庁職員の士気をこれからもずっと高く維持した状態で皆が使命感責任感を持って規制業務を遂行できるように 私が先頭に立って、リーダーシップを発揮してまいりたいというふうに考えております以上で終わります。